大仙広角絵門は、幕末の薩摩藩の鹿児島城下し、立流の剣術家、大山忠志の子孫という、通称は広角絵門で、意味がは不詳。なお、通称については、春角絵門と書かれることもある。文政四年の地図である、鹿児島城下名サイズに、大仙広角絵門の名が登場する。文政九年十一月十八日に、 先代の師範、大仙隅白綱正が死去。一般的にはこの人物の後継者が大仙降格絵門という。高下年間に西郷隆盛が門人になるものの、怪我で改殿までは行かなかったと言われる。西郷殿補説によると、西南紀殿下巻に西郷が高下2年11月1日に大仙降格絵門に提出した。 入門聖書と言われる文書が掲載された。また、軍部業を務めていたことが、鹿児島市市産に掲載されている氷本の水人碑で、わかる。嘉永4年に、島津成明に立ち流剣術を上覧する。島津成明の時代に、軍部業を務め、安政5年2月26日、同じ軍部業の猿渡聖門らとともに、現在の鹿児島市氷本の地に、 水人碑を混流する。明治10年3月10日に、大仙住四郎公認は50歳で死去。親族と思われるが、関係不詳。なお、先祖の大仙住四郎帝正から住四郎綱正や、大仙住四郎公認は、笑いたけてらぼちゆい処母に、名が見えるが、大仙甲角絵門の名は見られない。その代わり、鹿児島城海図散歩で、 西田町の住人として、名が見られる、大山彦兵衛後期が、同資料に見られる。この人物は、天保年間に、天海大島大官を務めていた人物であり、広角衛門とは別人である。鹿児島城河江津散歩によると、天保十三年には、現在の鹿児島県鹿児島市西田二丁目の地に、大仙広角衛門の名があり、宅地は一旦二十二歩の広さであった。 安政六年までには、現在の西田三丁目の地に引っ越していることが同書で、確認できる。引っ越し先の宅地は一旦十一歩の広さであった。なお、文政四年の鹿児島城仮名サイズでは、西田町の地に大仙皇閣右衛門の名が確認できる。笑いたけ寺墓地由意処母参照。なお、同書では次元流師範としているが、大東流の間違いである。ただし、 西郷伝補説の作者が指摘しているようにこの文書の署名が西郷吉兵衛高長となっているが最後山めによると効果2年当時の流星の通称は吉之助であるためこの署名に疑問を呈している笑いたけ寺墓地ゆいし参照ありがとうございます